こんにちは、 AKB48 チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本です。超絶すっぴんでございますが、こんばんは、こんにちは、ヤッホー。ということで、もう本当に完全にすっ、今洗顔をした。朝起きて水だけで洗って、そう、今洗顔して化粧水して美容液して乳液して今です。もう一度今なので、すっぴんの上から日焼け止めを塗っていきたいと思います。イエイ。今日早起きでしたよ。8時半ぐらいに起きた。なんか起きちゃった。5時ぐらいに一回起きて、さすがにやべえと思って、この時間に起きてもマジで何もすることないやんと思って一回寝て、で次起きたら8時ぐらいで、そっからはドラマ見て、ゲームしてって感じ。ほんと何もなんかオフぐらいの気持ちで過ごしてたけど、全然この後お話し会ドラマ見てゲームして YouTube 見てた。PS5 持ってないです。 PSP 持ってない。でもみんなが言ってるゲームってさ、なんかさ、すごいバンバンドンドンドンみたいな。違いますよ、全然 LINE ポコポコ。全然違う。私 LINE ポコポコしてました。すいません、なんか可愛くて可愛くてすいません、本当。やばい、先輩のギャグを継承しちゃう。つむつむみたいな。つむつむ、ポコポコです。はい、すいません、なんか全然面白みなくてごめんなさい。レベルなんとか聞きたいですよね。ごめんなさい。ラインポコポコです。なんかママが永遠にハマってるんですよ、このゲームに。そう、本当に多分リリースされた当初から、リリースされた当初はちょっと持ったかもしれないけど、なんかママが LINE ポコポコにハマり始めて、もう本当にめっちゃ昔からママがずっとハマってて、私は久しぶりに、なんか久しぶりにこの間つむつむにハマって、そう、友達がやってて、それを久しぶりになんかやったら、なんかちょっと楽しいってなって、そっからまた LINE のゲームになんか引き戻されました。なので最近は LINE ポコポコしながらドラマ見てます。なんかさ、これさ、日焼け止めだけどなんか色付きなんですよ。そう、下地みたいな、トーンアップ UV だから、なんか下地塗る意味あんのかなって思うけど、まあ塗ってます。
今日はお話し会。なんかみんな体調不良みたいな。不安ですね。大丈夫かな。みんな元気かな。まあ、元気じゃないから体調不良なんだと思うんですけど。うん、ちょっと心配。みんな大丈夫かなって。熱中症はね、気をつけたいですね。確かに本当にそう。ハルピョン全然元気。なんか今日 YouTube 見てたら、あの幕張でなんか家具店みたいなやってるみたいな、そう YouTube が広告みたいなのが流れてきて、あ、だから今日うちらパシフィコ横浜なんだと思って、そうふーんって思って、そっかそっかって思ってたんですよ。でもなんかよく考えたら、待ってみたいな、うちらも幕張メッセだったよなと思って、集合連絡というかその今日の連絡見たら、え、幕張って書いてあるって思って、みんな家具見に行ってください暇があればちょっとごめんなさい、どんな話をしたかったかっていうと、まあなんか隣で家具店やってるらしいです。はい、ハルピョンのお話し会の受付時間までには戻ってきて。欲しい家具ありますか？家家と車。家具じゃない、もはや家そのものが欲しい。ブレないですよブレないですよ。いや、私は変に皆さんになんかこれが欲しいですって言って、なんかすごいなんて言うんですか、うわってハルピョンにこれなら買ってあげられるって期待させるよりも、期待させる、期待する、なんて言うの、そのなんか変ななんか感じにするぐらいなら
家とか車とか言って絶対にハルピョンに渡せないものを言ってそう絶対無理だよってみんなが言ってる方が面白い、そっちの方が面白い、楽しい、だって絶対無理じゃないですか、家とか車なんて。たまにね、夏服がとか春服がとか言ってますけど、でも本当に欲しいものは家と車です。一生これは変わらない。渡せる石油王が出てきちゃった。でもうちらのプレゼントの上限が1万円って決まってるので無理なんですよ。そう、みんなにどれだけお金があろうとも、うちらのプレゼントの上限が決まっちゃってる時点で家と車は絶対だって。1万円の家と1万円の車なんてもうある、そんなもんって感じじゃんそうだから無理なの。絶対にどんな石油王が現れても渡せないんです。残念ながら。家は東京の家ですか？違います。北海道、東京、沖縄、富山、あれあと1個大阪とかって言ってたっけ。5個、はい、5個お願いします。維持費も払ってもらえるって聞いたんですけど、違うんですか？あれ？違ったのか。福岡も言ってたっけ？あれ、何って言ってたっけ？どこって言ってたか忘れた。沖縄じゃなくて福岡って言ってたっけ？忘れちゃった。まあ6個で増えた、増えました。はい、家と車にかかる費用は全部出してもらえる、ガソリン代も出してもらえるって聞きました。
絶対さ、私多分これまでのファンデーション、多分ほんと前も言ったけど韓国のファンデーション合わない。今使ってこれって日本なのかな。え、でもニューヨークって書いてある、わかんない。まあ、ファンデーションによるのか。今2つのファンデーション混ぜてるんですけど、このなんていうの、もっと昔だったらもっとなんかあれだった、なんかバサバサしてた顔が。てかあとこんだけなのに出てこない、トントンしよう、中身一緒だから。この蓋さえ開けれればいいんですけどね。ここのこの蓋。開けれない。どっちがいいんだろう。家と車をもらうか。どこでもドアをもらうか、 どっちがいいんだろう。絶対どこでもドアだよな。え、どこでもドアにしようかな、これから。家と車じゃなくて、だってでも家もないとかかるか、宿泊代そっか。難しい。なんかシルバーカードみたいなのあるじゃないですか、プラチナカード、あれにしましょう。したらだってそれ持ってるだけで何でもできる。まるまる財閥の財閥になりたい人みたいになっちゃってる。違うんですけどね。まあ家と車で大丈夫です。はい、さっきこれ持ち運んでたらどんがらがっしゃーんしまして、悲しい現実。で何でもできればどこでもドアなくてもいい。え、違うよそれは。だって北海道行ってさ、その場で取れたカニとかさ食べたいじゃん。そうだよ。よし、片付け完了。
そう、沖縄の海とか見たいじゃん。そういうことよ。海は富山にもある。そうなんだけどさ、そういう、富山の海をもういっぱい見た。沖縄の海はね、1回しかない、2回かなしかないから見てみたい。北海道のイクラとかさ、食べたいじゃん。うわ、海鮮丼食べたくなってきた。ウニはいらないかな。ウニは別にいらない、大丈夫。ウニはね、苦手なわけじゃないんだよね。なんか一回だけめっちゃ美味しいウニを食べさせていただいたことがあるんですけど、美味しかったけど、なんか別に好きじゃなかった。うん。別に食べなくても生きていけるかな、みたいな感じ。好きな感じじゃなかったです。それよりブリとかの方が、ブリ、イクラ、ネギトロとかの方が好き。サーモン。そう、別になんて言うんだろう、ハルピョンが美味しくないウニを食べたからだよとかじゃない。全然違います。美味しいウニを食べさせていただきました、一度だけ。2回か、いやでも1回だな、ほぼ。え、なんか1回は、その2回かなって言った1回は、ドボンのご褒美グルメの企画で食べたんですけど、あれはもう緊張しすぎて、食レポとか、あと選抜の人と一緒にとかっていうので、なんか緊張しすぎて味覚えてないただ魚がとろけた記憶はある。もうないや、インク。これごめん、充電ないですよって言われちゃった。
終電ないよって充電器さしたから大丈夫。とりあえず感じだから誰か私に家買って渡せないけどプレゼントできないけど家買って。えどうしよう本気で買う人出てきたら。買っても渡せないからね先に言っとくね。もらえないからごめんね。本当に春菜のために家買ったんですけど、どうしよう。俺が買った家に住んでくれないの。どうしよう。買ってとは言ったけど住むとは一言も言ってない。こうやって訴えられんのかな。やだやめて訴えないで。買ってとは言ったけど住むなんて言ってない。熊高さんたい焼きありがとう。たい焼きっていつまで、明日までだっけこれ。なんかもうちょっとなんですよね達成まで。そうでも明日までだから多分のんびりいけるはず。みんなが無料のやつちゃんと投げてくれたら毎日毎日もらえるの無料のってわかんないけど全然多分無理することはなさそうな予感。20個を2回もらえます。なるほど。とりあえず無料のやつをみんなが投げてくれたらいけそう。今日はでもお話し会なんですよね。そうでさ私服だからさそんなにメイクギャンギャンじゃなくてもよさそうな予感。たい焼き久しくもらえてない。なんか言ってたよさっき。なんだっけ2回期間中2回もらえるらしいよ。そうだからもしかしたらもう2回もらっちゃってるのかもしれないあなた。
したらまあもうもらえないですよね。要するに「メイクギャンギャンじゃなくていいと思います」とか言ってさ、めっちゃラメ足してんのおもろい。ラメラメ好きだからね。ラメ足したい。なんかめちゃめちゃ悲しい気持ちになった話、昨日の夜悲しくなった話していいですか？なんかまあ私ってツイッターでは結構橋本春奈とかツイッターでね割とポチポチってすることが多いんですよ。そう、そしたらなんかめっちゃ性格悪いみたいなめっちゃ書かれてたそうめっちゃ書かれてて悲しい気持ちになりました。いやそうなんですけどね、一癖も二癖もある性格なんですけど、パフォーマンスがあれだから許せるけどみたいな。ごめん、充電器挿したのにスイッチ入れてなかった。これを私が言ってるところももはや正確に難ありだと思われてると思う。でも最近思うようにしてることがあって、なんかポジティブにはなれないかもしれないけど、なんかなんて言うんだろう、そういうののあれで一喜一憂してるのもなんかつまんない人間になると思って、そう、なんかそういうのを見たら逆にそう思おうと思ってそうだから例えば性格悪いって言われたら、いやでもそれを SNS 上に上げてるあなたも性格悪いよなって思うようにしようと思ってそう、でまあこれを私はショールームで言ってるんで性格悪いんですけど、はい、その時点で私自身も性格めちゃ悪いんですけど、そうやって生きていこうと思いました。あとはそう、全然思われる分には全然いいんですよ。自分でもそう思うし、自分でも性格いいなんて一言も思ったことないですし、一瞬たりとも。ただなんかそういうハルピョンのなんていうんですか、そういうのの時にだけ現れる昔私のことを好きだったような人みたいな人とかがコメントしてたりとかすると、いや私のことそんなに好きでもなかったじゃんみたいな思っちゃいますね。はい、離れてったんだったら静かにしててよ思います。まあこれも性格悪いの一種に当てはまっちゃうかもしれないんですけど、ごめんなさい。でも言わないと思う、溜まっていく一方だから。発散していきます。まつげ上がってるでしょう。ビューラーしてないのよ。まつげパーマってすごい偉大。
ロンをしなければ髪の毛このままいくことになるぞ。やばい。そうなんだよね、離れてったんだったらもう私のことなんて無視してくれって思います。でもそういう時にめっちゃ現れるの、その人マジアンチでも、こうやって言ってるとまた現れるからやめようやばい、闇橋本が出てくる、やばい。優しいよお闇、否定はしないです、性格悪いです私、はい、悪いですっていうか何あり、はい、性格なんか変めんどくさい女、そう、めんどくさい女ですよ。いや全然思われる分には全然いいんですけどねっていう話を、そう、なんかそれを見て他の、じゃあハルピョンこれから押そうかなとか思った人とかがなんか見て性格悪いって書いてある、いやどんな性格なんみたいな、え、なんかちょっとでもそうやって思ってる人がいるんだったら押すのやめようって思うわけじゃないですか。まあ、私の日頃の普段の行いが悪いって言われたらそれまでなんですけれどもはい、そうなんですけど、だからまあ私も気をつけつつなんですけどね、こういうのも発言しないように本当はしなきゃいけないんです、大人なら。今日はポニーテールにしようと思ってたけどやめまーす。ほい、聞いてくれてありがとう。三つ編み子ちゃんにします。今日の夢見るの服装ぴょんちゃんにやってほしい。え、どんな服装してたあの人たち、なんかめっちゃ SNS でなんか言ってたからめっちゃ気になるんだけど、どんな服装してたの、てかなんで知ってんの、行ったってこと、私のお話し会は7部8部なのになんでママ代わりにいるの、おかしい。ツイッターに上がってる、ごめん疑った、疑ってごめん。
そうだよね。見るわ。疑ってごめん。疑ってごめんって。え、かわいい。かわいいんだけど。え、なんかちっちゃくない？ハッツ。かわいい。一番上に出てきた。やっぱおすすめのツイッターのところにさ、ファンの人のツイッターが上がってきてるんですけど、なんか今日の会場の様子みたいな、なんか知ってるファンの人いて気まず。なんでもういるの。シーラね。とんでもない渋滞だってゆきりんさん。遅れちゃうっぽい。やばいんだ。ちょっとじゃあ顔とかも完璧にしていかなきゃ。まあいつも完璧でいくんだけど。なんかメイクさんこうやってギザギザにしてくれてるんですけど、いつもなんか私がやっても上手にできない。だからやめよう。でもマジでもうツインテールしすぎてさ、つらいつらい。ツインテールしすぎてつらい。かわいい。夢見る。会いたかったみんなに。いや本当にすごいと思う。あの3人は、女子が3人で仲良くできるなんてマジ聞いたことない。本当に。女子って3人で仲良くなれないですよね。え、なれないですよね。絶対1、2が生まれるんですよ。はい。でもそれがないから夢見るはマジですごいなって思います。いや、そういうもんです。だから夢見るはすごいなって。うん。絶対3。
いやまあもちろん世の中にはねいると思いますよ、3人で仲良くされてる方々他にも。一概にとは言えないけれども、でなんか頭の形キモいかも。Perfume さんもそうですし、あのノースリーブスさんもそうですし、もちろん3人で仲良くされてる方々だって絶対います。 100層とは言い切れないけど、私の実体験ではすごい絶対に無理どうしよう、普通に編み込みおろしにしようかな、なんか三つ編み嫌かも。でも今日の服装的にまとめ髪をしたい気持ちなんですよね。縛りって言いたい、なんか爽快な感じがいい。でもこういうのは今年の夏、待って、浴衣着るって考えてなかったわ。こういうのはでも浴衣の時にやった方が可愛いですよねって思ったけど、浴衣のことを何も考えてなかった。ちょっと どうしよう、せっかく頑張ったのに。迷う。髪の毛。似てるかな結局。でもポニーテールにしたらさ見えないんですよね前から。そう、低めツイン、
まあ、あり。せっかくあんなに編み込み頑張ったのに、こんなめっちゃ楽な髪型になっちゃった。めっちゃ楽な髪型になっちゃったまあいっか。結局ツイン、はい、すいません、私も思います。ポニーテールしたかった本当は今日。でも見えないからさ、お話し会だと、うん、どうしよう、ポニーテールにしようかな、やっぱりね、早く決めれば、マジでそれ本当そうだよね。ポニーテールにします。結局ほら、みんなに会うからさ、みんなもそうでしょ、ハルピョンに会うから、ちょっとでも可愛いかっこいい風に見てもらいたいなって思うでしょ。ハルピョンも一緒よ、みんなに会うからちょっとでも可愛いって思ってもらいたいから。でなんかポニーテールとかってなかなか私しないじゃん、劇場で劇場ではなかなかしないじゃん、頭痛くなるからって言って。ちょっとでもさ、ほら、こういう時に楽しんでもらえるようにというか、みんな横から覗いてください、ポニーテールの、ポニーテールを。リアルじゃないからむしろみたいな感じですよね。リアルじゃないからポニーテールでも見てもらえる。どうする、これでお話し会の現場行って全然違う髪型してたらめっちゃおもろい。しててほしい、むしろ。
珍しい。よし。珍しい橋本完成。今日は生誕ティーでございますが、今日の生誕ティーのコーディネートと明日のコーディネートは結構違う感じを意識しました。ただお話し会ってそれこそ上半身しかほとんど見えないから、なんかあんまし見えないかもしれないんですけど、まあ見てくださいお願いします。誰だっけ、この間レミかな、誰かに前髪分けてるのもめっちゃいいですねって言われた。生誕の時こうやって分けてたら、前髪分けてるのもめっちゃ好きですって言われた。でもさすがに生誕で前髪分けるはちょっとチャレンジャーすぎてやめました急に生誕で前髪分けるのやばい、いつもの自分と全然違う自分になる。ちょっと忘れたけど誰だったっけな。そう、でも生誕の時に言われたのは覚えてる。あとは前におでこ出した時にくるちゃんにめっちゃ可愛いって言ってもらえた。嬉しかった。で今日は前髪分けます。今日は珍しい橋本で、なんかこの辺下手、ゆるゆる、ちょっともう一回縛り直そう。夜も時間見てだけど多分配信できたらします。爪に引っかかった、痛い、爪引っかかってるよ。そう、もう爪がね、見て取れてるの、ほら見えるかな、ここが取れてるんですよね。でこの隙間にね入ってくるの、髪の毛がここに
そう、それが引っかかって痛い。我慢。今日明日はちょっと外れないでほしい。本来であれば生誕の日だけでもいいやと思ってたんですけど、ちょっと意外と思ったので、今日明日はなんとか耐えてほしいなって思います。完成。ちょっと巻きすぎた。ここできました。これで着替えてお話し会に向かいたいと思います。完成。あとリップ持ってく。リップは持っていきます。ということで幕張で渋滞してるらしいから気をつけてお会いしましょう。皆さんありがとう。橋本の完成を見届けてくれて。それではニッフィーのマグかわいい、ありがとう。ファンの方にもらった。ランキング読みます。今どれくらいいったんだろう和菓子。でもさっきあと1万ポイントとかだったんですよね。だから多分昨日と今日、明日と明後日、ん？今日と明日で行ける気がするので、無料のやつ持ってる方はぜひ投げてください。よろしくお願いします。無料は大事。はあ、もうすでに頭痛い。行きます。1位まるさんありがとうございます。2位くじのだいごさんありがとうございます。3位みゆらあと HLF さんありがとうございます。4位こうあとぴょんどさんありがとうございます。5位マックミックさんありがとうございます。6位にゃーこさんありがとうございます。7位たまごさんありがとうございます。8位ベベモンさんありがとうございます。9位かーあとはるぴょんおしーさんありがとうございます。10位トラックヤローアットゴリさんありがとうございます。11位マジカナバナナアットポニテお揃いしたい人生してきてください。今日絶対約束です。よろしくお願いします。12位伊賀の藤丸さんありがとうございます。13位ツッチーさんありがとうございます。そして今日は3094人30位デリンデリン浦部さんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。暑いんですけど水分はたっぷり補給して元気にお話し会でお待ちしています。それではありがとうございました。またお話し会で会いましょう。また後でね。バイバイ。ありがとう。またね。ハート。バイバイ。